はい、こんにちは。今日はみんなと一緒に楽しいワクワクする本を読んでいこうと思っているの。みんな見て見て、ここアンパンマンのじょうろがついているんだよ。ほら見て、かわいいね。お風呂で遊んだりプールで遊んだりして、みんな楽しく遊んでみてね。じゃあ早速楽しい本をみんなと一緒に読んでいくね。七夕楽しいね。今日は七夕、笹に短冊や飾りを吊るすよ。折り紙で作るととっても綺麗だよ。そうだね、短冊いっぱいつけると綺麗だよね。ほら、ここの笹のところに短冊をいっぱいつけて飾ってみてね。願い事が叶うといいな。次は森のくまさん。みんなも知ってるかな。ある日森の中、くまさんに出会った。くまさんのかわいいお歌だよね。歌のお兄さんとお姉さんがいるね。次はうーたんとワンワンのおトイレに行こうだって。うーたんがお腹むずむず、おしっこかな、うんちかな。ゆきちゃんがトイレに行こうって言ってるね。じゃあ早速トイレのドアを開けてみたいと思います。トイレのドアを開けて、ここにおまるんをます。ペタン。そしてうーたん、お腹が痛いよ、お腹が痛いよ、おトイレに来ました。うーん、うーん、はい、チッチ出た。うーたんはおしっこだったみたいだね。おしっこ上手にできました。パチ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 。次はいろんな色の仲間たちって書いてあるね。トーマスです。青はトーマスだったり、ティモシーとゴードン、それから赤はジェームズにウィンストン、フリンもいるね。緑はパーシー、ルーク、ゲイターだって。黒はヒロ、メイビスにディーゼル。ここではこのかわいいシールを、パーシーのところ、これだね。パーシーのところ、あ、パーシーじゃなかった、ごめんね、トーマスだった。トーマスのところに貼ると完成。トーマスが線路を走ってるね。これは貼ったり剥がせたりするから何回でも遊んでね。次はアンパンマンのフードコートに来たよだって。おいしい食べ物や飲み物がたくさんあるフードコート、みんな大好きだね。ここにもこのアンパンマンのフードコートシールを貼って遊ぶんだね。じゃあどのシールがいいかな。じゃあチーズのシールを、はい、チーズのシールをここに貼ってみるね。チーズ何持ってる？天丼？どんぶりの天丼マンのところで買った天丼持って歩いているのかな。おいしそう。次はこっちは甘いデザートのお店がいっぱいだよって書いてあるね。ケーキに綿あめ、かき氷、ソフトクリームにいろいろだね。ここもシールが貼れるんだよ。ここではじゃあこのちびぞうくんのシールを貼ってみたいと思います。ちびぞうくんのシールはここだね。
おっとっとっと、倒れそうになっちゃう。気をつけて、ちびとうくん。きっと美味しいアイスだね。次は、ドラえもんのかっこいいな新幹線。みんな新幹線大好きかな？いろんな新幹線があるね。このドクターイエロー、こんな黄色の新幹線見たことない。すごいね、見てみたいな。次はみんなでかくれんぼ。妖怪たちがかくれんぼをしているよ。草むらやベンチの後ろに隠れているのは誰かな？どこかな、どこかな。じゃあここはなんだろう。みんなわかったかな？いくよ、せーの、じゃじゃーん。見つかっちゃったにゃん。ジバニャンでした。それからそれから、ここはじゃじゃーん、コマさん。もんげー、どうしてわかったずらー。だって。じゃあ最後に最後に最後に、ここはだーれーだ。みんなわかるかな？いくよ、せーの、じゃじゃん。ネタバレリーナでした。ふふふ、よく見つけましたわね。だ、はい、次はカタツムリ。楽しそう。葉っぱのところにカタツムリが隠れているんだって。ちょっとめくってみるね。ここをめくると、あー、カタツムリがいた。ここもカタツムリが隠れてました。アジサイが綺麗に咲いている。カタツムリが楽しそうに遊んでいるよ。だって。次はブーブーボーイ。今日は七夕、ドスンが笹を運んできたよ。でも飾り付けをしようとしても届かないね。そこにジュンとジューキーがやってきたよ。私に任せて。そして綺麗な七夕に飾りがきました。あ、次はとっても可愛い初めてのお散歩。猫ちゃんだね。今日はいい天気、思い切ってお散歩に出かけよう。猫ちゃんがお散歩に出かけます。わあ、向こうまで渡れるかな。ぴょーん。だって。葉っぱの中もずんずん歩いていって、今日は楽しかった、でもお母さんと一緒にいるのが一番だねって書いてあるね。そして最後に歯磨きできるかな。ご飯を食べたら歯磨きをシュッシュッシュ、仕上げもしてもらうよ。綺麗になると気持ちいいね。みんなもうちの人に磨いてもらってるかな。はい、今日はベビーブックっていう本をみんなと一緒に読みました。とっても楽しい本だったね。じゃあまた見てね。バイバーイ。